コマルカとバルバンサは、ガリシア州は、コルーニャ県のコマルカで、同県の最西南部に位置、バルバンサ半島の南側、リアデアロウサに面した側にある。ボイロ、アポブラドカラミにあるリアンショ、リベイラの4自治体によって構成される。隣接するコマルカは、北がコマルカでのいや、東がコマルカドサールと、ウジャカワ川口部を挟んで、ポンテベドラ県のコマルカで、カルダス、南は、 リアデアローサ、西は大西洋に面している。リアデアローサの対岸は、ポンテベドラ県のコマルカドサルネスである。面積は246.8キロ平方メートルで、2010年、の人口は68,264人。コマルカの中心となっている地区は、自治体リベーラのリベーラ教区内のサンタウシーアで、リベーラ地区。カスティーリア語表記は、コマーカデルバーバパーザ。 コマーカダバーバパーザの表記も見られる。それは固有名詞のバルバンサが女性名詞とみなされているからである。ガリシア語版ではその形式が採用されている。参考文献では固有名詞バーバパーザには定冠詞の付かないコマーカでバーバパーザが使われている。州政府の部局作成のコマーカスでガリツヤのサイトではコマーカドゥーバーバパーザの表記が使用されているので、その表記に習う。 コマーカスデガリツヤ、ザンタデガリツヤ、カンスラーアーデメリオルーラル、リリクシンジレルドゥディーセンバルベメントルーラル、2011年7月12日、閲覧、ありがとうございます。